スポーツ吹き屋とは、複式呼吸法を積極的に用いる健康法と、日本古来の吹き屋を融合させ、定められたルールでのスポーツ性を持たせた競技のこと。日本においては、一般社団法人日本スポーツ吹き屋協会が普及を行っている競技のことを主に指し、以下の記述もそれに従う。1988年頃、長岡市の開業医、樋口博之則が、 試行錯誤の末、吹き矢を現代風にリニューアルしたものを考案。肺機能を活性化する健康法として1991年、吹き矢健康法を出版し紹介した。著者考案の競技用規則も合わせて紹介されている。前後して、気候による呼吸法の有用性を理解しつつも、継続性の低さに悩んでいた、青柳清が樋口と出会い、スポーツ吹き矢としての下地が出来上がる。 1995年、的や筒のサイズ、ルールなどを規定し、スポーツとして吹き矢を位置づける医者が進めるスポーツ吹き矢健康法を出版。として、改訂出版本書は前日の著書とほぼ同じ内容だが、矢作りや用具の作り方の部分は削除されている。1997年、薄い短冊型のフィルムを巻いて約20センチメートル。 約0 8ムの長い軽い矢を容易に作る方法により吹き矢の精度が飛躍的に向上し、ただの遊びから完成されたスポーツとして大きく前進する。1998年、スポーツ吹き矢健康法の出版にも関わった青柳によって日本スポーツ吹き矢協会設立。特に中高年層に支持され、競技人口も増加していく。二千七年四月、 日本スポーツ吹き屋協会が文部科学省より社団法人として認可される。青柳が会長を務めるほか、国旗が吸気を促す呼吸運動としての健康効果に注目した日野原茂明が最高顧問に就任する。2014年4月内閣府より一般社団法人として認可される。2015年8月6月の青柳清志政挙により、 中村和馬が理事長に就任。2017年11月、中村和馬を名義で、スポーツウェルネス吹き屋を、商標出願する。2018年7月に出願人名義を変更。2019年4月、中村和馬を理事長主導により、日本スポーツ吹き屋協会から、日本スポーツウェルネス吹き屋協会に改名した。2019年12月、 青柳義秀により、スポーツ吹き屋の継承と普及を目的に銀座スポーツ、吹き屋クラブを設立し、代表理事に自ら就任する。2020年6月、日本スポーツウェルネス吹き屋協会は、中村和真を理事長退任に伴い、小田部文俊を公認に選出。日本スポーツ吹き屋協会の主な競技規則は、以下の通り。ただし、地方大会などにおいては、 一部ローカルルールを用いる場合もある。スポーツ吹き屋の名称は日本スポーツ吹き屋協会会長である青柳清お及び協会公認用具を製造・販売する株式会社大成功が持つ登録商標となっており、国内において許可なくた団体、個人が用いることはできない。スポーツ吹き屋と同様に吹き屋をスポーツとして扱い、ルール面、 用具面で類似あるいは告示する競技を行う団体は複数存在し、健康吹きや吹き屋レクリエーション等の故障で活動を行っている。また、競技の普及に伴い、これらを含めた総称として、スポーツ吹きやの表現が新聞市場等で用いられることもある。スポーツ吹きやのすすめ、日本スポーツ吹きや協会2010年5月。 日本国特許庁商標登録第442万7275号及び第451万1424号。ありがとうございます。